清水はゴールキーパー権田に託します。日本代表ルーカス・フェルナンデス、権田止めた。日本代表権田が止めました。この動画では FIFA ワールドカップカタール大会で活躍が期待される J リーグの選手に迫ります。今回紹介するのは清水エスパルス絶対的守護神権田修一。クロスボールだー、ここに抜けて安西折り返す、ヘディングシュート、かき出した、もう一度こぼれ球、木田のシュートが来る、権田のセーブ。2019年ポルトガルから帰国後、清水エスパルスに移籍し3年目の権田選手、 FC 東京 U15、U18 時代から世代別代表の常連、サッカーエリートと言われる日本の守護神は、輝かしい経歴の裏で計り知れない重圧や体の不調と戦い続けていました。1989年3月3日生まれの33歳、出身は東京都世田谷区です。元バスケットボール選手の両親の勧めでサッカーを始めることとなった権田少年、両親の才能を受け継いだのか、ボールを蹴るよりもキャッチすることの方が得意だったといいます。その頃からゴールキーパー一筋でサッカー人生を送る権田選手、小学生の時には地元川崎のクラブチームに所属しながら神奈川県選抜に選ばれるなど、早くから頭角を現していました。ジュニアユースチームへ入る時にはマリノス、フロンターレのセレクションに合格、さらに湘南ベルマーレからも誘いを受けるなど、同世代では目立った存在になっていました。そんな権田選手が選んだ道は FC 東京 U15。 中学3年の時には日本クラブユースサッカー選手権大会で優勝、日本一の座に輝きます。しかしその前年、髄膜炎を発症し意識を失い生死の間をさまよっていたという権田選手、頂点に立ったことよりもサッカーを続けられたこと自体が幸運だったと本人は振り返ります。 FC 東京 U18 に進んだ権田選手、高校2年生の時にはFC 東京の西登録選手としてトップチームの練習に帯同し始め、高校卒業と同時にプロ契約を結びます。しかし実はこの裏でも権田選手は怪我と戦っていました。高校2年生から3年生にかけて首を痛め、およそ1年サッカーがまともにできない期間が続いていたのです。運よくプロになれたと振り返る権田選手ですが、やはりプロの壁は高く、しばらくは出場機会が全くありませんでした。ゴールキーパーは世代交代に時間がかかり、出場機会を得るのが難しいポジションなのです。それでも各世代の代表に選ばれていくことで経験を積んでいきます。そんな権田選手に再び試練が襲いかかります。チームや代表で着実に信頼を積み上げていた権田選手ですが、2015年7月、オーバートレーニング症候群と診断されます。幼い頃から想像もつかないプレッシャーの中でプレーし続けてきた権田選手は、いつしか気づかぬまま自身を極限まで追い込んでいたのです。その後、症状を克服した権田選手は、本田圭佑さんの熱望により、本田さんがオーナーを務めていたオーストリアの SV ホルンへの期限付き移籍を決意しました。そして加入直後の権田選手をまたもや怪我が襲います。右足の骨折でした。それでも権田選手の心は折れませんでした。復帰後、正ゴールキーパーの座を獲得した権田選手はある決断を下します。ヨーロッパで自分を試したい、所属先の FC 東京からレンタル移籍という形でヨーロッパに来ていた権田選手でしたが、本格的に移籍先を模索するために FC 東京との契約解除という道を選びました。しかしこれがある種の悲劇を生んでしまうのです。
権田選手の穴を埋めるために FC 東京はサガン鳥栖から林明宏選手をゴールキーパーとして迎えました。一方、ヨーロッパでオファーを待つ権田選手のもとに連絡が来ることはありませんでした。まさかの浪人状態となってしまった権田選手。そんな権田選手に声をかけたのがサガン鳥栖でした。結果として正ゴールキーパーのトレードという形に終わってしまったこの移籍劇。お世話になって FC 東京を裏切ってしまった。後ろめたさを持ったままの移籍。2017年4月、FC 東京のホーム、味の素スタジアムに戻ってきた権田選手は、サポーターの前で大粒の涙を流して崩れ落ちました。それでも、プレーで見せていくしかない。権田選手は再び両手を広げてゴールを守り始めるのです。さまざまな試練を経て一回りも二回りも成長した権田選手。現在は清水エスパルスの正ゴールキーパーとしてゴールの前に立ちはだかります。今回の最終予選は権田選手にとって初めて正ゴールキーパーとして迎えた予選です。 FC 東京 U15、U18 時代から世代別代表の常連であり、ロンドンオリンピックではベスト4入りに貢献した権田選手。日本代表にも20歳にして出場経験を得ますが、3番手としての招集期間も長かったのも事実でした。転機は森保一監督の代表監督就任話です。2018年のワールドカップロシア大会に臨む日本代表には選出されなかったものの、森保一監督が就任してからはコンスタントに選出され、ゴールマウスを守る試合も増えました。まさに森保ジャパンの正ゴールキーパーと言えるでしょう。その権田選手にはこの4月で小学3年生になる男の子のお子さんがいます。最終予選の序盤はなかなか勝利を重ねられず、選手たち自身も絶体絶命と表現する事態になりました。究極の話ですが、ゴールキーパーがゴールを守りきれさえすれば試合には負けません。逆に言えばキーパーによる一つのミスが命取りになりかねない。それが日の丸を背負って戦う日本代表ともなれば、重圧の大きさは計り知れないものとなります。参戦して2敗と過酷な展開となった際に、権田選手はこう考えたそうです。僕自身、日本がワールドカップに初出場した98年大会の時に小学校3、4年生でした。今の息子とちょうど同じ頃の年齢です。僕はワールドカップを見て日本代表に憧れを持ちました。だからこそ今の子供たちがワールドカップに触れる機会をなくしてはいけないと思いました。ワールドカップに出続けてきた歴史を自分たちで途絶えさせてはいけないと感じたんです。最終予選序盤は非常に苦しみ、絶対絶命というシチュエーションにまでなった日本代表でしたが、そこから持ち直します。気づけばワールドカップ出場が決まったオーストラリア戦まで6連勝、さらに第5戦のベトナム戦からオーストラリア戦まで5試合連続で無失点に抑える快挙を成し遂げたのです。そして日本のゴール前にはいつも権田選手の姿がありました。オーストラリア戦はこれまでと同様に負けが許されない試合でした。守備の安定を基盤に日本代表はとにかく失点はゼロでいくと意思統一。これまで築き上げてきた守備の意識を持って臨み、後半に運動量がガクンと落ちると分析されていたオーストラリアに対して、終盤になるにつれ畳みかけ2対0の勝利となりました。試合後の権田選手は安堵の表情を浮かべながらこう言いました。失点ゼロにしないとワールドカップの夢が途絶えてしまう状況が続いていたので、やっぱり嬉しかったです。あとはほっとしましたね。お子さんを自らの若き頃と重ね合わせ、それをモチベーションに歴史に残る安定した守備網を構築した権田選手。そしてお子さんを含めた日本中の子供たちに
日本代表が出るワールドカップを届けることに成功しました。それでもまだ本番を迎えたわけではありません。権田選手本人も自らのポジションが安泰であるとも思っていないでしょう。日本代表が目指しているワールドカップベスト8達成のためにも個々の選手の成長は必須。普段の J リーグから周りとの違いを見せつけていく必要があります。 J リーグから世界に飛び立った選手たちで代表が成り立っている側面もある。毎試合オーストラリア戦のような緊張感のある試合をやらないといけない。プレッシャーや緊張感のある試合を乗り越えることで権田選手自身も成長してきた自負があるのでしょう。だからこそ代表選手にとって日常である J リーグでも高いパフォーマンスを維持しようと全力で臨むのです。若き頃から彼がそうしてきたようにストイックにサッカーと向き合う清水エスパルスの権田選手の姿もこれから注目してみてください。